今流山、温泉駅からずっとこの道を、ひたすら歩いてここまで来たんですが、これ待合室も何もないですね。この駅はここまっすぐ行くと、駅になります。さっきの、男の人は、駅の方に向かって行きましたけど、はい、これ何かわけのわかんない、建物があります。さっき狐ですかね、狐見ましたね。こうスーッと、歩いていくのを。さすが北海道です。狐見ました。狐らしきものを。今時刻は16時前なんですが、次の列車が16時57分なんで、1時間ぐらいここで待つことになるんですよね。1時間。雨はほとんど降ってないです。ポツポツって言うけど、でも傘差してます。傘を差しての撮影です。ちょっと待合室、屋根のある待合室がないっていうのは辛いですね。この円形の建物は何でしょうかね。もう廃墟みたいになってますね。狐がなんかこっちの方に行ったんですよね、さっき。これは何でしょうかね、この建物っていうか、なんかの工場ですかね、倉庫。どんより曇ってます。まあこれは秘境駅と言ってもいいでしょうね。これはとにかく民家っていうのがないですからね。民家らしきものは倉庫っぽいですね。誰もいません。まあこのぬかるみの道を行っても仕方ないんでね。本当に静寂ですね。なんかの倉庫でしょうね、あれ。そこはどっかの会社の倉庫。これで土砂降りだったらひどいことになるんですけど、幸い土砂降りじゃないんでホッとしてます。結局ここにいても仕方ないんですよね。駅に行っても休めるところはないし、椅子もないんでね。あと1時間あれですね、待つっていうのは結構ですよね。結構なもんですね、これ。本当にあれだな、何もないね。一人一人いないね。さっきの、男の人ぐらいなもんですね。
っちに池があるんですよね。池が。と。池か沼か、あまりこれ近づかない方がいいですね。滑ったらえらいことになる。雨がポツポツ降ってきました。よし、この辺であの 丸い、廃墟、待てよ、トイレかなあれ。廃墟だと思ってたんですが、トイレ臭いですね。あ、ちょっと入る気にはなれませんけどね。あ、トイレだ。トイレでした。はい。じゃあとりあえずもう何もないんで、もう撮影しても仕方ないんで、この辺で止めます。